え皆さん改めて新年明けましておめでとうございます、えー、本年初の中央幹事会となります、えー、本年は大事な目標統一地方選挙があります公明党としてこの大事な大事なネットワークの基盤である地方議会の戦い3000名に上る議員の半数強が挑戦をいたすことになりますので ぜひともこれを完全勝利全員当選を目指して出発をしたいと思います今合宿交換会竹縄であります昨日も関西3カ所訪問しいろいろとお話をさせていただきました年末から政府与党で合意して決定をしてきたことこの柱をしっかりと語るということとともに公明党が その中でどういう役割を果たしてきたか、また果たすべきかというところもお話をしています。まあ、短い時間でなかなか話しきれない部分もありますけれども、公明党の基本的な役割は、このコロナやあるいは物価高、この今ある危機をしっかりと乗り越えていくということと、賃上げ、あるいは安全保障、外交、さらには、 子育て支援、こうしたこれからの進めなければならない課題について、しっかりと未来を切り開いて、改革をしていくという姿勢を示すこと、さらには、公明党がネットワーク政党である特徴を生かすということから、地域から発想し、また生活現場からこれを積み上げて推進をしていくと、こういうことを強調いたしております。 えー、特に賃上げについては中小企業がこれをできるようなあらゆる政策を総動員していくということが大事であります税制や補助金はもちろんでありますけれども価格転嫁全体として促すあるいは人への投資人材を育成しながら この成長分野へ労働移動を促していく、また最低賃金もしっかりと着実に上げていくなどなど、こうした点をしっかり全体的に取り組むということを強調しております。また安全保障では防衛力ののの強化を公明党がこの憲法の理念 選手防衛という枠これをしっかり守りながらまた日米同盟の基本的な役割分担の中で一部抑止力を半減機能力という形で持つということを丁寧に説明する同時に防衛費の負担についてどう財源を確保するかここも個人の所得やあるいは中小企業の法人の負担 を回避するそういう方向での議論が大事だということを申し上げております防衛力強化と並んで大事なのが外交であります車の両輪ということで特にこの紛争を防止して不足の事態を回避するためには外交の役割こそむしろ重要だと言わなければなりません外交は政府だけの取り組みではなくて 政党外交等も通じて特に与党のこの政党外交の役割は日本の国全体としての外交の厚みを作り出すという意味でとても重要であります、えー、具体的には昨年末韓国を訪問したことの成果を紹介しながらこれからも韓国だけではなくて中国や西安やその他の国々との交流を通じてこの政党外交による 外交の厚みを作り出していくまあこういうこともお話をしておりますそして一方で隠れた安全保障と言われているのが次世代の育成子育て支援の分野でありますえ、ここが特にコロナ禍で極端に出生数が減っているという現実を踏まえてみるとこれからの社会は年金医療介護などあらゆるシステム かかなりのシステムがが持持続可能性に疑問符が持たれかねませんまた地域社会の構造を見ても子どもの元気な姿が乏しいということでは活力が生まれません地域社会そのものを維持していくことも困難になります、まあ、そうした意味でこの日本全体の持続可能性を維持する意味でこの次世代育成子育て支援は国の 隠れた安全保障である私は昨年古希を迎えましたけれども私の未来はまさに次世代育成にかかっているとこう言わざるを得ません高齢者の関心はこの次世代育成子育てここを見通しをしっかり立てられるかどうかここにかかっているということを強調しながら子育て支援策昨年11月に発表した子育て応援トータルプラン この意義を強調しながら、政府が本腰を入れてやる構えを見せましたから、これはまさに子育て応援トータルプランを実現する、そういう政府・与党のプロセスに入ったと、こう認識をしながら、具体策をどんどん提案をし、財源も確保しながら、優先順位に従って実現をしていくと。 こういうことを語っているところでありますそうした取り組みは実際の施策としては特に地方自治体の役割が重要であります国民生活の身近なところでその生活現場の声を反映させながらこれを推進していくその役割を担うのが地方議員の皆さんでありまた公明党の最重要な基盤でありますから それを固めて、なお一層の力を発揮するために、統一地方選挙、これを完全勝利。全員当選を目指して頑張ろうということを強く呼びかけております。私自身、これからも先頭に立って、ガチ交換会、街頭演説、その他党活動の先頭に立って戦ってまいる決意であります。中央幹事の皆さんも、それぞれの地域で、それぞれの分野で。 えー、先頭に立つ、そうしたリーダーシップを共々に取りながら、あ今年の戦いをしっかりと勝ち取って、えー、完全勝利を迎えたいと思います。えー、来年の決闘60周年、えー、これへ進むための今年は大事なステップとなりますので、えー、一致団結をして戦い抜いていこうではありませんか、はい、どうでしょう。はい、はい頑張りりままししょううありがとうございました